さて、今回は、国王に陵辱されたバテシェバというタイトルでお話しします。幸せだっただろうなと思われるような人生を生きた、特に女性は聖書にはあまり見当たりません。で、まあ、今の女性たちが幸せいっぱいに平安な生活を生きているというふうには、まあ、思ってはいませんけれども、しかしながらそれでも、聖書に来た女性たち、大変だっただろうなとつい思いやってしまう女性が大勢いるんですが、今日はその中のバテシェバについてお話ししたいと思います。まあ、バテシェバの話をするにはまず、ダビデ王の話を、しなければならないと思います。ダビデ王はもうクリスチャンは大好きな王様です。で、ダビデといえば実は、クリスチャンでなくてもみんな知っているんですよね。有名なミケランジェロの、素晴らしい、像があります。で、美少年で本当にこう力が満ち溢れたような素晴らしい、彫刻ですけれども、だから本当に聖書に書いてあるのを、まあ、あの具体化してミケランジェロが素晴らしい作品を作り上げたんですが、聖書には克明にこのダビデについて書かれています。聖書は、血色がよく目が美しく、姿も立派だったと記録されています。プリシテ軍の、最強の戦士、ものすごく大きなゴリアテという戦士がいたんですが、誰もかなわなかったのにこのダビデ、幼い少年だったんですが、羊飼いの少年が石投げの石で一発で仕留めてしまったと書かれている、その少年ダビデです。当時王様はサウロという方が王様だったんですが、神様の道に外れてしまったので、もうそのサウロを諦めて、そして、ダビデを次の王として神様は選び出されたんです。まだ少年でした。で、このダビデが選ばれるについては聖書の中に、まあ、今日の本論とはちょっと外れるんですけれども、非常に興味深いあのいきさつが書かれています。当時、預言者、有名な偉大な預言者サムエルに、王様を見つけたよ、次の王様を見つけたよ、探してきなさいと命令されました。エッサイという人がいたんですが、エッサイの息子、大勢いる息子のうちの一人を選んだから連れてきなさいと、まあ、神様がおっしゃったわけですが、で、8人息子がいました。で、その8人全部非常にこう、容姿端麗で優れた青年であったようです。で、サムエルは、一人選んでこの人だと思ったわけです。で、そうすると神様はいやいやそれは違うと、で、また次の、 あの男の子を見て、これだろうと思って言ったら、また神様はいやいやそれでもないと言われて、次から次とサムエルが選ぶ、息子たち一人一人ダメ出しをされてしまうんです。で、その時に神様はおっしゃったのは、要望や背の高さを見て判断してはならないと、人は上辺を見るけれども、主は心を見るとおっしゃったんです。で、最終的に一番末のまだ、美少年、小さな少年が神様の選びの
人物だったわけです。でこのサムエルはもちろん偽預言者などではありません。非常に偉大な、優秀な、神様にきちっとお仕えする、預言者だったんですけども、そのサムエルでさえこうしたちょっとした、間違いをするんだなということが克明に書かれていて、非常にこう面白いなと思いました。でましてや、まあ、普通の人はね結構間違いいっぱいするんですが、偉大な預言者をして、まあ、こういうちょこっとした間違いをしてしまうと。で最終的にダビデが選ばれました。で心を見る、確かに本当に、優れた、神様の選びの器だったんですが、同時に、姿形も美しかったと書かれているのが面白いですよね。武男だったとかね、心はいいけれども、姿形は大したことなかったとは書かれていなくって、目が美しい本当に、綺麗な可愛い少年だったようです。さてダビデは紀元前1000年から40年間イスラエルを統治しました。イスラエル全土を掌握するまでには、大変な戦いを強いられたわけです。で次から次と、戦いを繰り広げて、そして、まあ、多くの人の血を流したわけです。そして、イスラエルを掌握して、強大な王様になりました。でそこでダビデは宮殿を建てたいと申し出ますが、神様はダメだとおっしゃいます。なぜダメか、ダビデは多くの血を流したので、その王が神様の宮殿を建ててはいけないんだということで、血を流さずに王となる次の王、実はソロモンなんですけれども、次の王に、宮殿を建てさせるとおっしゃって、まあ、ダビデはそのための準備だけはしましたけれども、宮殿を建てたのは、その栄誉になったのは、次の王になりました。さてダビデは、強大な強い王になりました。でそこまでは非常に良かったんですよね。で、まあ、人間の、大人物の、人生を見てみると、人はどうもしょうがない、成功するととんでもないことをしでかすようになる。今もそうですけれども、本当に優れた素晴らしい人の生涯を見てみると、成功するまでは本当に素晴らしい人々が、成功して権力して財力を手に入れちゃうとどうも、ダメなようですね。でダビデもそうなっちゃいました。絶対的な権力を手に入れて、偉大な、まあ、王様になったんです。でそうすると王国は実は神様のものなんですね。ダビデの持ち物ではありませんけれども、そうやって偉くなっちゃうと、自分が偉いと、自分の国だと思っちゃったということなんですね。でそういう、絶対君主になってしまって、いろんな、制度を設けました。軍隊を、雇い入れて自分の軍隊を作るとか、まあ、そういう、お金を集めるために、税を調整する、徴収するためのシステムを作るとか、まあ、いろんなことを、神様の意思を無視して、自分の好きなように国を治めるようになってしまったんです。でダビデの最初の奥さんは実は前の王のサウルの、次女ミカルという人だったんですが、その後、まあ、彼は非常にこう好色でね、次から次と女の人を自分のものにしちゃうんです。で今日の主人公のバテシェバは8人目の妻になります。8人ですよね。で
バテシェバがこのダビデに出会ったのは、このダビデが絶対権力者になってからであったということが非常に重要な一つの鍵です。で、どんな事件が起こったのかというと、バテシェバが弱みをしていたんです。で、まあ、外で、家の外でやってたわけですよね。それをダビデ王は自分の宮殿の屋上から、見ちゃったということですね。で、宮殿がどれぐらい大きかったのか、どれぐらい高かったのかは分かりません。で、ただ、まあ、あの長屋ではありませんのでね、いくらなんでも。で、ですから宮殿の屋上から見ていたわけですから、まあ、かなりの距離があっただろうと思います。で、それを見ちゃった、非常な美しい女性の弱みする姿を見て、ふらふらっと心が動いちゃったということのようです。で、彼女の夫は、ダビデ王のために戦場に出かけていて、留守でした。兵士なんですよ。で、夫が留守なのをいいことにして、ダビデは彼女を宮殿に呼び寄せてしまいました。で、呼び寄せたということは、まあ、あの今でいう不倫をやっちゃったということなんですけれども、で、そしたら、具合の悪いことに妊娠してしまいました。さて、そこでダビデは何をやったかというと、まあ、今と違ってね、当時は本当にこれは一大事なんです。2人とも殺されてしまわなきゃならない立法があります、法律があります。で、だけどもダビデは絶対君主ですからね。で、彼女の夫を殺してしまおうという企みを巡らします。で、その前にですね、ごめんなさい、その前に、彼女の夫を、呼び戻します、戦場から。だから、一人だけじゃなくって、部隊かなんかを呼び寄せたようですが、で、さあ帰ってきたんだから家に帰って休みなさいというようなことにしちゃったんです。で、ところがこの夫の兵士は非常に真面目な神を信奉する方だったので、自分だけが家に帰ってくつろぐわけにはいかないと言って家に戻らなかったんですよ。さて、ダビデを困っちゃいました。家に戻って、そのバテシェバのお腹に宿る子は夫の子であるということにしてしまいたかったのに、家に戻ってくれなかったというので、その次に悪い企みをして、戦場に戻った時に、その夫の上司に、戦争の前線に、出して、そして、まあ、ひどいことをやっちゃって、殺してしまうわけです。で、そういう、まあ、悪いことをしてしまいますのでね、とんでもないことなんですけれども、ダビデ王というのは、クリスチャン大好きなんです。で、確かにこういういろんな次から次、人間としては悪いことをしても、その都度神様からのお叱りが来ると、悪うございましたときちんと悔い改める、そういう、まあ、信仰深い人だったので、それを、まあ、神様は良しとなさったようです。で、そういう偉大な人であることは事実ですが、次から次と理不尽な振る舞いをします。で、こういう理不尽さに対して、どういうふうに見るかというと、男性を責めないで、被害者の女性を責める傾向があります。今でもそうですよね。女性が、ひどい目に遭うと、レイプされた時に、なかなか言い難い。で、表沙汰になった時に
女性の方が責められるというような状況が起こりますが、今でさえそうですから、当時は本当に大変だったわけです。で、まあ、この事件に関しても、今の人たちがこのダビデには寛大でね、バテシバを容赦なく責め立てているというふうに、まあ、私は思います。で、この事件の顛末をもう少し詳しく見て、どういうことだったのか、理解したいと思います。で、女性の、私は他の、聖書解釈者やその他のクリスチャンたちとは違った見解を持っているもんですからね。だからそのお話をしたいと思います。